じゃあショッピーでも金がないんだよな。金がないな。あれバイトしないよな。バイトしよう。バイトしましょう。え？おい。おい。いや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 。いや金がないんだって。そっか。じゃあ情報誌見なきゃ。うわ手が滑った。えバカ野郎。ああ邪魔するだけじゃねえか。パチパチパチ。おいえ待って。大勝ちしてんじゃねえよ。やっぱ北斗無双だすね。おいおい初回で大勝ちさせるとずっとギャンブルすんじゃんこんな人も。ああ脳が溶けてるんだ今。じゃあまあとりあえずドリームクラブに行きますか。行きますか。儲けられる金ならある。そうパチンコで買った金があるんで。めっちゃ儲けられんじゃん。ずっとギャンブルでよくね。てかドリームクラブ行く必要あるかな。女の人以上の快楽を見出すなよギャンブルに。ドリコちょっと。ああゆっくり休むこともできるんですね。それ何の意味があるんだろうね。ああまあなんか早く日にちを過ごされたいみたいな。このゲームをゲームだと思い始めた人がやり始めることか。ね、おいなえあじゃあ。まだやろ。まだ気づかなかったよ選ぶの早すぎて。て何してんの本当に。なんでえこれ負けちゃった。おいもうちょっと。いけねえじゃねえかよ。あまりさんに会いに行けねえじゃねえかよ。お金がないよ。出来上がってよ。ああもうゆっくり休むしかない。ゆっくり休むなバカ。時間がもったいない。どれくらいか働くよ。あ間違えた。あお金がないぞ。あそう間違えた。そう借金抱えちゃってるからもうダメなんだ。アルバイトどこ。いやもう行けません。なんで。あそっか週末バカ野郎無駄にくそ。休むってそういうことか。これはまたパチンコで稼げば問題ないんじゃないか。そうやって何人が死んできたんだ。まったく6万あったまあ6万かー。あーもう借金しょってるよ。よし真面目に買っこれさ2週間無駄にすんじゃん。これマジで嫌なんだけどこのカス野郎。そうだな3週間これでいくか。いやパチンコやれば無駄なんだ。マイナス6万したんだって忘れたかこの野郎。いけねえんだちょっとさ。何カルピス足んないから持ってきてもらっていいですか。冷蔵庫にあるんで。おいパチ行く気だろ。パチ行く気だろ。そんなはずないってばよ。なんでこんな生活してるんだ。そんなゆっくり寝ていますからね。そう行く必要ないんですから。え飲み物取ってくる。あはいはいわかりましたわかりました。健全にやっぱりお金稼がなきゃいけないわけですよ。やっぱりねガチャもしたいわけですからね。8200円しかないじゃん。大丈夫。頼む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 北斗無双俺に力貸してくれ。勝てばいい。やった勝ったこれで個性に集める。クリクリン当たってよ。クリクリンって言ってくれよ。みんなクリクリンって当たったって言ったね。ちゃんとクリクリンめっちゃ良かったって言ってね。頼むよ、うん、なおかわり。いいっす。そうちゃんと叶いますからね。じゃまたドリガチやりますか。異常にクリクリンめっちゃクリクリン当たりで、なんかこんな一色になることあるか。頼むぜ。ねえなんか操作した。お前パチンコやってねえか。やってるわけだ。お金あるじゃないですか。5万円ありますからね。パチンコこれはすごい。8000しか5万円ある。すげえ大勝ちしてね。いやえクイクイーンがなんかフィーバー入ってなんかめちゃくちゃもらった。バーフバリの民衆くらいもうみんな讃えてんじゃん。クリクリーンの社長が出てきていつも頑張ってるねって。いやいつも君がいるおかげでだよ。こんな一緒でずっとなることないだろコメント欄って。ありがとうございます皆さん。 CR クリクリーンってコメント打ったろおめえ。打ってないよ。打ったろおめえ。打ってない。打ってたらお金ないよ。だってクリクリーンって言ってくれって言ったろお前。いやったことないです。バカ野郎。いや勘違いだと思いますけどね。まあ勝ったならね。まあだけそっかそういうとこなんですよね。ありがとうございます。やばいダメだ勝てばいいと思わせちまった。あお疲れ様です。